因島空襲は太平洋戦争中の1945年3月19日と7月28日に行われた連合国軍空母機動部隊航空隊による広島県の因島での空襲。破壊目標となった日立造船の写真には簡素に書かれているのみで、広島県及び旧因島市の歴史資料ではほとんど扱っていないため詳細な被害状況が分かっていない。 なお7月28日には、クレチンジュフ、クレ海軍交渉への空襲である、クレ軍港空襲も起こっており、同時作戦であった。1947年、つまり、終戦2年後に米軍が撮影した因島南部。解体が因島工場。山椒工場は、右の湾にあり、ドックが見える。因島は、造船の島と言われる。ここの南には、 瀬戸内海有数の難所である、来島海峡があり船のトラブルが多発していたことから、これに対応するため近代的な造船所が作られていった。現在、因島土星町にある造船所一帯は、もともと、日立造船因島工場の一つの敷地であり、その前身にあたる大阪鉄工所が1911年に開業したもの。また、 因島三省庁の海辺沿いの敷地はもともと、ビンゴ選挙という会社が経営していた造船所であったが、大阪鉄工所が経営参入し1918年大阪鉄工所、ビンゴ工場となり、後日立造船三照工場となる。第一次世界大戦時の大戦契機では、造船ブームに沸き、島の経済は造船が中心となっていった。また日立造船は、 太平洋戦争中にこの島の北側である向島にも造船所、日立造船向島工場を創業している。太平洋戦争中、日立造船は軍需工場に指定され陸軍及び海軍の輸送艦や特殊船を建造していた。県内でも有数の規模の軍事工場で、当時行員は1万人規模であったと言われている。こうした状況から住民は、 空襲に対する警戒を強めていた。公院には、徴用校や学徒勤労動員の他に、捕虜もいた。学徒動員の主力は、旧正尾の道商業や、旧正尾の道中学からだった。捕虜は、1942年11月や渡り不良、収容所因の島文書が解消、東南アジアや香港で捕虜となったイギリス兵を、中心とした約200人が山椒工場の南側に、 収容され、日立に工場に従事していた。彼らは捕虜の間、主に栄養失調が原因で12人が死亡している。同様に、日立向島工場にもいた。そして工場を守るため、陸軍船舶司令部機動輸送第22中隊が駐屯し、工場周辺のみならず、岩木島など、南側対岸の島々に、降射砲が置かれていた。 空襲は1945年3月19日と同年7月28日の2度あった。ただ日立造船の車種では工場の施設も損害を受けたがほとんど創業に影響はなかったのみ書かれている。旧因の島市の資料では空襲があったこと以外は書かれていない。被害者の証言以外で現在発見されている主な資料は以下の通り。以下、わかっている。 範囲内で列挙する。被害者証言から少なくとも5人以上が亡くなったと見られている。なおこの空襲で亡くなった捕虜はいない。7月27日、つまり2度目の因の島空襲の前に向島工場が空襲された。27日向島での空襲では捕虜は死亡していない。被害者証言から死者100人以上。 バイヘルシップ2広島では160人の死者を含む400人の死傷者が出たという。うち3章では17人が亡くなったとされている。南側対岸にあたる愛媛県湯気町市によると、軍族3人が同じく愛媛県岩木村市によると通勤校1人が爆死したという。バイヘルシップ2広島によると8月18日に さらに大規模な空襲が計画されており、もし8月15日日本が終戦宣言をしていなかったら18日の空襲で、捕虜たちも被害を受け生きては帰れなかっただろうという、ありがとうございます。